とろーりチーズとミートソースが白菜によく合う。簡単でボリューム満点のレシピ、白菜のミートソースグリルをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず耐熱容器に横半分に切った白菜を入れて材料 A を振ります。軽くラップをして500ワットの電子レンジで3分ほど加熱しましょう。取り出したら材料 B をかけて180度に予熱したオーブンで焼き色がつくまで10分から15分焼きます。仕上げにパセリを散らせば出来上がりです。一品加えるだけで野菜がしっかり取れて食卓が華やかになりますよ。ぜひお試しください。